続きまして一ギフトさん書きます。スノーさんリボンありがとう。ん？あ。<laughs> こんばんは。二千二十三年二月一日。皆さんもう二月ですよ。 ちげふとさん、ゆずけちさん、ありがとうございます。はしらしさん、はトなぎちゃんさん、リボン、ありがとう。やっほー。美しい。やったー、美しい。<laughs> 7月17のシークレット、写真楽しみ。ああ、写真ね。シークレットですよ。こんばんは。先日の公演、アーカイブ見てました。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。 ブカさんリボンありがとうウェルカムコメントちょっとゴジってるよゴジってるマジちょっと待ってよ先にテロップ入れるちょっと待ってビス届いたちょっと待って待ってよ <laughs> きお兄さんいちごおりつのさんツインテールありがとうむむさんリボンありがとうゆいやさんいちごかわいいありがとう ちょっっと待てくださいろいろと待ってちょっと待ってちょっと待ってくださいねウェルカムコーベントどこがこじってる配信見に来てくれてありがとうぜひハートをピンクにしてね2月1日3月号発売ちょっと待ってくださいね ただいま2月1日日3月号発売日リオツンルームのみんあ民家 <laughs> 民家ってなっとるねんみんなのおかげでリオ乗ってるぜひゲットしてください今とーりでお話し会今市域間のお申し込み受付中で詳しくプロフィールを見てまでリオだねねオッケーかなそんぐらい ちょっっと待ってテロップも入れるちょっと待ってよアップルワインさんリボンありがとう伊づきさんいちゴありがとう待ってテロップ入れまーす少々お待ちくださいテロップテロップんっと、えっとあ

ぜひ気になったらフォローお願いします推薦コメントも待ってますちょっと今日はしっかり化粧をしました <laughs> なんか気分的にあの化粧をしてみましたそうまつげもあげたまつげもあげたイエイビューティフォービューティフォー 出たービューティフォーアリオをつんです今日はビューティフォービューティーでもさなんかマスカラしとるんだけどさマスカラしたらねなんかあのー、マスカラしたらねこのね上まつげと下まつげがねくっつくんですよ <laughs> そうなんですよそれでか今日は一段と美しい 美美しい美しいいやっちゃうそうなんですよそう昨日多分朝配信とかやってたんですけど今日ねあの早く学校に行かなきゃいけなくなっちゃって夜になりました <laughs> ゾッとするほど美しいどういう言い方する褒めてるイェーイ <laughs> そう今日はねね朝から、ね、テストだったんですよで忘れとって「明日朝配信しいよう」とか思ってたらテストで「えー!」ってなってでなんかあの全然勉強もしてなかったんですよ。テストがあること忘れてて「え今日テストじゃん!」ってなってそうそうなんですよ。で朝早くに起きて勉強しました。できました。 やっぱりリオはできる子です <laughs> 3期生あね3期生3オーディションが今日の17時から始まりましたイエーイ今のところ中学生はいないみたいあいないんだなんかさあの年齢年齢を出してる人とか出してない人もいたりとかいたりでなんかねリオねちょこっと見たいんよ そうちょこっと見たんだけどそうちょこっと見た <laughs> ねえちょこっと見た三期生が気になるけどりょうちゃんだけよあんたか <laughs> みんなみんな三期生ちゃんのところ行ってたね行ってたね <laughs> こんなに美しい子見たことない <laughs> めっちゃ褒めるじゃん何かなんか怖いんだけどなんで褒めるのそんなにちょっと 見に行った代わりに褒めてるでしょう。と <laughs> したらみんなありがとう、ありがとう。バラより美しい。ちょっと待ってください。皆さん絶対、絶対にサイキセイちゃんのことをサイキセイちゃんのところに行って、みんな悪いことしたけんじゃね。みんな悪いことしたけん。その代わりに罪悪感にあのー、なってリオを褒めてリオをいい気分にさせたら。 リオ,あリオの気持ちをごまかしてまたこの後とかもあの見に行って <laughs> で褒めたら許されると思ってるんじゃろダメよ絶対ダメよ <laughs> そうテストでしたリオのところにはまだビス届いてないのかあなんかさモアメット届いた ?714 んだっけモアメット届いたかしら 違いますよただいま3期挑戦者を一人一人確認中もちろんリオツを見ながら <laughs> ありがとう <laughs> 2窓とかしてくださいでも80人いるから81窓してください <laughs> ってかみんな何窓ですか何窓中学生いたような気のせいだったかなえっ 14歳なんかいたえディー,ー <laughs> 大輔さんにもありがとう。なんということだなんかさリオがさ一番大きく映る画面で見てくださいね皆さんナンバーとしてもいいけどリオが一番大きく映るようにど真ん中に来るようによろしくお願いします <laughs> はい。 ねえめっちゃ人数多いですよね。ああ十一番。<laughs> <laughs> あ七百十四届いたよね。うんありがとう。<laughs> ああ<ー> <laughs> 応援はしてもあし,しはしませんから。うんアバターがちょっと怪しいですけどね。<笑><笑> いろいろね、もあめに書いたんですよ。そう、いろいろともあめに書きましたよ。そうそう。リオの気持ちをいろいろと書きました。ちょっと待ってくださいね。ちょっとタブレットで。 714通を見ながらお話ししたいと思いますあちょっともうその前にちょっとビスのことをお話ししたいビスビスそうですよ皆さんまずビスツイッター見ましたかリオ研究室ツイッター載したんですけど皆様ツイッター見ましたかツイッターチェックお願いしますよあれねノーマルカメラなんですよすごくない ノーマルであのビジュア <laughs> ノーマルでさあれはちょっとすごくない分からんけど <laughs> そうですよみんな褒めだからといって理由が許さないわけないでしょ <laughs> あれさあめっちゃファンデーション濃いくない <laughs> ファンデーション濃いですよねそうマイケルさんの再会も見ましたあそのことも後で話す。 今日はまじかわいい。やったー。<laughs> 嬉しい。十四歳 B. 型の子いた気がする。B. 型。リオ A. 型だもん。ん <laughs> A. B. で違うね。A. B. で違うわ。届いた。仕事終わりなので一窓です。どういうこと。<laughs> え。十四歳の子何番ですか。気になる。 ちょっと待っていろいろ話すことがあるちょっと待ってちょっと話すことがあるので話すことをメモに書きたいと思いますとまずビスのこととえっと <laughs> えっとモアメ見ながら話すのと話すのとえっとマイ ゆうさんのこと。とかな。よし。こんばんは。<laughs> そう。みなさん、ビス、ありがとうございます。本当に。焼肉座れた。 もうねほんまにあばりぃさんかわいい何なんかチュインテールの女の子かわいいありがとうおいしいそうなんですよ皆さんツイッター見ましたかツイッターの美人は誰なのなんと私りょうつんですそうお肉を吸われたんですよ昨日焼肉屋さんに行ってお肉を吸われちゃいました美月さんいちごありがとう いちかわいいなはい皆さんまずビスのことについて話しますねはいビスビス皆さん今日は発売です ね、皆様 AKB48 グループ×け i s スレギュラーモデルオーディションのショールームイベントの予選でリオが参加させていただいてそこで皆さんのおかげで1位が1位を取ったのでなんとビ i s 3月号にリオ乗ることができましたありがとうございますでなんと学校から帰ったら届いてましたアマゾンさんから届いてましたスクスしてください 中身はねもちろん見せれないんですけど今田だ美桜さんかわいすぎるそうなんですよ帰ったら届いててなんかでもねあの あのですね、あの地域とか県とかによってもあの届く届く日が変わってくるらしくて、木野国屋広島店さんは二月三日くらいに届くあの渡されるらしいんですよ。そうなんですよね。そう。受験のノアさんありがとうございます。S.U.T. の<う>研究生、中学二年生十四歳の四つのこと岡村理です。 ぜひ気になったらフォローお願いしますそうこのあのー、このビスちゃんはあのアマゾンさんから届いたんですけどリオもね紀ノ国屋広島店さんであのー、頼んだので紀ノ国屋広島店さんのやつは2月3日くらいにね届くはずですそう2月3日に入荷されるってそうなんですよ皆さん見ましたかビスビス見ました 届いた方見ましたか見た見た見たよ見た見たよかったどうでしたか皆さんどうだったリオツンページどうだった <laughs> なんかね あのね。だよね。一位だったから。一枚のってるんですよ。そう。一位の人は一枚のってて。大人っぽかった。やった。そう、ツーカットのってますね。ツーカットのってます。初見さん、え、この子めっちゃ怖い。あ、なんていう方を見つけちゃいましたね。私、岡村理央と言います。 さっっきも言ったんですけど <laughs> ありりがとうそうそなんですすよリオ乗りましたすごーいなんかあのそのビスさんのね公式とかでも見てたからあのどんなどんなふうに写ってたかはね分かったんですけどなんか改めて見たらすっごいなんかこの雑誌リオ雑誌にあの乗ったの初めてだからこれであでも「トップイエルネオ」 に載ったことがあるんですけどこのなんて言うんだろうねだからそのすっごい雑誌に載ってることがすっごい嬉しかったしその STU カラーの水色青の服を着たりとかなんか今までと違う雰囲気とか表情とかなんかね前髪とかおでこ出して前髪とかなんかいろいろあってすごいなんか感動しました。 かわい,いのでフォローさせていただきますありがとう嬉しいはい <laughs> 嬉しいもうこのビ i s さんに乗れたことも皆さんのリオツンドームのね皆さんのおかげなので本当にありがとうございますありがとうじゃもう一回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 スクショエントリーナンバー50番が14歳あっかりました <laughs> いや、yeah、そうまだねあの予約してるけど届いてない方とかまだ予約しなくてまだ届いてない方とかはぜひ皆さんゲットしてみてくださいよろしくお願いします。絶対ゲットすべきです。もうなんかこんなこんな素敵な雑誌にリオ乗れるなんてもう夢のようだから本当に嬉しいです。 <laughs> え、小学生おった？どういうこと？え小学生おった？<laughs> すごい。今、今朝届いたアマゾンありがとう。あ、今朝？これ？嬉しい。嬉しいありがとう。嬉しい。待ちきれなくて電子書電子書籍でビス先に見た。あ、そうなんじゃね？ アマゾンさんってすごいね発売日にさちゃんと届けてくれるんだねすごいりおはきのきの国に広島店さんでも注文したのうん注文した注文したーい注文しましたなんかね家族用家族用 <laughs> 家族用もあるしあとはあの親戚とか

サイン書いてみんなに渡すんあおばあちゃんとかあそうだねあサイン書いた方がいいよねあそうだよねえ確かに確かにえこのさ開いたところのさあのー、ねこれに書くんじゃろあ,ありがとうアドバイスありがとうございますサイン書いて渡しますおじいちゃんおばあちゃんとかこの前の土曜日公園見に行きました頑張ってましたね土曜日 <laughs> 日曜日花だれ ありがとうございます <laughs> サンバの子6年生けん玉メダル集中人さんにもありがとうビスの時のポーズってカメラマンさんが指示してくれたのなんかその雑誌とかってなんかめち,めちゃ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 ねこうポーズをしなきゃいけないって思ってたから結構練習してたんですよその,あの泊まってたから泊まってる部屋のあの。 鏡とかで行く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 ,行く直前まで練習してたんですけどなんかポーズとか取らずになんかまっすぐ前を見てなんか立ってた方がなんか綺麗に映るって言われてって感じです <laughs> そうなんですよ。 なんかそれになんか話しながらとかでなんか自然な表情とかを引き出してくださったしカメラマンさんとかその他のあのスタッフさんとかもめちゃめちゃお優しくて「かわいいね」って言ってくださった方からんか安心して撮影できましたそうなんですよ なんか、褒められたからテンションが上がりました <laughs>。なんか、その、大体 ST、U、の撮影とかもそうだけどさ、大体笑顔なんですよ。大体じゃない。絶対笑顔だから、なんかこんな我の、真顔な表情はいつもしないんですよ。決め顔とか、クールな表情とか、いつもしないから、なんか、そしたら、その時に、あの、そのオーディションを受ける時から、練習してて、 ショールールムイベントが始まる前から練習しててで「たくちゃんさんリボンありがとう」練習しててだからやその撮影の時にマネージャーさんからも「あの思ってたよりいいじゃん」って言われて嬉しかったですうん嬉しいこれカメラ目線合ってる カメラ目線合ってますかキャーンカメラ目線だよねこれなんかカメラ目線どっかわかんなくなるかかかかかかそうカメラ見て話してるんですけど大丈夫かなはいそんな感じですなので皆さんまだね お手に取ってないことはぜひゲットしてくださると嬉しいですかわいい今田美桜さんかわいいえ待ってすいまよおおそういうことねなんかさあのこの今田美桜さんこの今田美桜さんのこの前髪と前髪感とあの リオの前髪感が似てて嬉しいなんか <laughs> リオは89ページに載ってますひさしーさんリモンありがとうそう89ページに載ってますねリオ88ページにアンピーさんが載ってるあ九91ページにあかりんさん92ページにユキリカさんが映ってますね すごーい。すごーい。先輩方もお綺麗だ。お綺麗です。すごいお綺麗。あ、そうだ皆さんチャレンジのところから無料でリボンリボンがも,もらえるので、ぜひ皆さんリオにリボン投げてくださると嬉しいです。なんかさ。 あのリオもそうだけどさなんか先輩方もいつもとさ雰囲気違ったりさ表情とかも違うからさほんまにカナこのこのビス3月号は絶対に見た方がいいですみんなねもうドキ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 して鼻血出ます鼻血出ます鼻血出る丸さんリモありがとうそう鼻血出るよ <laughs> ぜひ皆さんゲットしてください で、で広島店さんであのこのビスを頼むとこの STU リオ含めた STU の4名がこの今回ビス3月号に載ってるんですけど4名の中から写真がランダムで1枚もらえるのでだけどその時に「岡村リオのポストカードが欲しいです」ってあの言ったらその時にね店員さんに「岡村リオのが欲しいです」って言ったらなんか対応してくれるっぽいので言ってみてください。 おりつさんリボンありがとうまあ枚数が枚数がね限定数枚数量がね限定なのでそうそう限定なのでもしかしたらなくなっちゃってるかもしれないけど岡村梨央ちゃんのポストカードが欲しいですって言ったらあの対応してくれるかもしれません 感じですねこちらで買ったビスの表紙が違うあそれは多分さあの目黒蓮さんの方じゃないそれ多分わかんない増刊号だっけリオのが載ってるのはリオが載ってるのはこの今田美桜さんのやつだからそう今田美桜さんのだから。 はい、そらさンありがとう。あ、そう。二タイプあって。あの、その表紙が違うだけなんですよ。だから、中身は一緒です。どっちにも載ってます。この今浪臣さんのやつにも載ってるし。あの目黒蓮さんの方にも載ってるから。はい。 あとはね、ビスさんの公式ツイッターのところからチェキがもらえるかもしれません。サイン入りチェキがもらえるかもしれないので、よろしくお願いします。なんかね、あのね、あのね、なんかね、コメント欄コメント欄に、あの、リオがね、1番なので、コメント欄に、岡村リオ1番欲しいです大好きってコメントしたら当たるかもしれません。 最近リオつうみ出したんやけど可愛くて仕方ないどうしようどうしましょうパンナコッタそれはもうリオと心臓がつながっている証です愛マシマシですマゆケさんついているありがとう中学生何人もいる本当 <laughs> なんてこった 仲間だ <laughs> 仲間仲間中学一年生いたあ、仲間 <laughs> 仲間です仲間仲間中学一年生だったらのあぴと同い年かえ、中中にもおるよね中にもおるよねてかみんな知りすぎてない <laughs> <laughs> みんなみんなめっちゃ知っとる <laughs> こんだけ可愛いいのに2月23のサイン会しかまだ買ってない買うしか買うしか買うしか来るしか来るしか買うしか買うしか みんな三期生さんの情報ありがとうございますありがとうでさでさあの今日のさ6時からさマイキューさんがオンライン直サイン会してたじゃないですかあれ見たんですよそう見ました見ましたリオ勉強しましたなんかどあのリオは2月6日にあるんですけどリオもさもうすぐでするけ初めてするからオンライン直サイン会そう だから、ちょっと緊張するし、どんな感じか、ちょっとつかめ、つかめてなかったので、今日のマイキューさんの配信で見て、勉強しました。マイキューさんおかわいい。ラブ。りゅうつんちゃんと買ったキューさんの。買ってないんですよそれがちょっと考えててだってさ、 だってさだってリオが買っちゃったらさファンの方のがさなくなっちゃうかもしれないしさうん <laughs> なくなっちゃうかもしれないし当たらなくなっちゃうかもしれないからうんそうなんかリオがさあのマイキューさんの買いたいって言ったらさなんかコメントでさなんかさ あのリオツンが買ったらさその分当たらなくなるじゃんかみたいなことが来たからそうかと思ってマイキューさんファンの方がさ買えなくなるじゃんかそうあぶりころびでりさんいちごありがとうだから我慢しましたねっ <laughs> !?3 期生さんの中にはめちゃめちゃマイキューさん推しがいたね。 だってリオはマイケルさんからあのねチキンをねあのもらったし好きって書いてもらったしなのでもう満足です満足そうだよありますよ それに、あ、じゃがりこ食べてなかった <laughs> じゃがりこの、リオの好きなジゃガバター味に、あの、ね、書いてくれたりとか、なんか、そう、なんか、マイキューさんね、たくさんね、リオにね、くださるんですよ。そう、この時期いるとか、この写真あげる、あげようかって言って <laughs>、めっちゃくださって、さ、 リオへのマイいが伝わっていると思うと嬉しい。そう正直さ買いたかったんですよそのマイキューさんのだから次はねちょっと買わせていただこうと思います <laughs> 次もしチキサイン会とかあったら買わせていただこうと思いますりょファンの人に内緒で内緒で買う内緒で買います <laughs> 内緒でフフフチェキのニックネームは何にするリオにフフ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 すフフ <laughs> それかマイキュフさんのリオにする <laughs> 名前マイキュフさんのリオ <laughs> <laughs> あ待ってそしたらダメじゃんあ違う違うリオのマイキューさんあれあれあ待って待って分かんない <laughs> ニックネームパーナパーナはやばいやばいやばいやだやだダメじゃダメじゃマイキューさんもリオもみんなのものだもんダメだダメだ <laughs> リオにしよううんリオにするわもし買う,買うってなったらリオにするわ リオちゃんの時期楽しみにしてるわかったありがとうそうリオは二月六日にあのー、あるので皆さんお楽しみにそうじゃそろそろ <laughs> そろ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 714通を見ながらお話ししたいと思います3期生見てたりルちゃんますます好きになりそうですなっちゃってくださいやっぱりりオしか勝たんですよねチケってもう取ったのかなまだ取ってない電車渡してきたイー,イマ,イケルーマイキューさんでもマイキューさんあの マイケルさんとはあのー、25だっけのクリスマスコンサート以来会ってないんですよそうもう2ヶ月ぐらい会ってない2ヶ月は言い過ぎ1ヶ月ぐらい会ってないからもう本当にやばいでもおそらく2月5のお話し会で会えるので攻めます攻めます <laughs> 攻めるはい じゃあ続きまして、二百十四寸のことを話したいと思います。<laughs> パセリさんともリオつの話を一昨日からしてたけどね。パセリさんがリオのこと。パセリさん。<laughs> <laughs> はいそれではちょっと714通のことをお話ししたいと思いますはい皆様3期生さんの配信を見るにあたって皆さんにお話がありますしっかりと聞いてくださいありちゃんさんもりょうつの話しとったありちゃんさーん はいすいません <laughs> すいません盛り上がってしまいました <laughs> はい皆さんに三期生さんの配信を見るにあたってちょっとお話ししたいことがありますしっかりと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 耳の穴をかっぽじって聞いてください, <laughs> 聞,い、ね、聞いてね聞いてね はいまずですねまあなんか今日の17時からあのね三級生さんのオーディションが始まりましたね始まりましたねマリハさんもしてたマリハさん <laughs> 始まりましたね皆さん17時から始まりましたはいまあまああのうーんうーんうんうん 今見てくれている人見てくれているあのリオツンルームのみんなのことはまあ信用してますね信用してますリオは信用してるしまあ大丈夫かなぁと思います思いますそこでですドゥンそこでですね見るにあたりまして なんと。三期生さんの。ルームに行く時のお約束ごとを決めました。リオが勝手に決めました。<laughs> リオが勝手に決めたよ。決めました。リオがイエーイ。はい。まず一つ目。ジュルン。ジュルンジュルン。一つ目は。 STU48 研究生の岡村梨央パイセンに応援に行ってあげてと言われてきましたと言ってくださいイェーイ <laughs> 皆さんわかりましたかはい仕方なく来た感を出しましょうはいちょっとあのー、ねはいあの梨央 <laughs> そうすることによって にってリ,オのね、リオのイメージアップもすごいね良くなるし皆さんにもメリットがあるんですよ。お借りしのファンの皆さんはすっごく優しいんだってすっごく優しいんだって分かりますね分かりますそうだからグッドです。<laughs> やっぱり 最初のイメージって大事じゃないですか。なんかリオ、リオはなんかちょっと特殊だから <laughs>、わね、特殊だから配信を見て、もしその三期生さんがあの配信を見てて、リオのね、なんかまあ、リオがね <laughs>、三期生さんからどう見られてるのかわからないですけども、最初のイメージってやっぱり大事だと思うので、それに岡村リオのファンの皆さんは、ファンの皆さんは <laughs>。 あの優しい方なんだって思えることができるしちょっとリオは言っときますが面倒見はいいんですよ聞いてリオ面倒見いいんですよ知ってた知ってたリオ面倒見いいですよイエーイリオ面倒見いいんですよなんかアクターズとかでもよく任されてたしそう面倒見いいです <laughs> リオ優しい 優しいから本当に怖くないよえいや怖いと思われとるかねそんなことない優しいです <laughs> まあちゃんとせん人には注意はするかもしれんけどはい注意はするかもしれんけどうんうん優しいですはいで 二つ目 <coughs> 皆さんの名前の後ろに「オカリ推し」とか「オカメラリおりし」ですっていうものをつけましょうイェーイ <laughs> つけましょうつけましょうつけましょうはいこれはあのちょっと今見てみますね。今ちょっと見た限り,おかりよしついてる方は うー、いませんあれ誰もいませんよあれあれもう雨届いてないのかしらあれ あ鈴涼さん。鈴香さん、いつもありがとう。<laughs> あららららら。逆効果ですよ、皆さん。みんな逆効果です。逆効果逆効果。あ、キャトルさんもゴリラとリンゴでいいですね。いいね、いいね。いいね、いいね。 そうあメダル収集兄さん逆をあ逆をお願いしはいまああのですねまあちょっと話しますとあのー、なんかやっぱりあムムムさんもありがとううんこんな感じうんなんか思うんですよいやなんかリオも今まで思ってたんですけどなんか なんかやっぱりね誰推しとかあんまり書いてない人人がいるじゃないですか誰推しとか書かずにただの名前で来て来てる人いるじゃないですかその方からそのかわいいね推しにしちゃおうかなとか言われたら「あっ推しにしてくれるんだ!」ってめっちゃ期待が膨らむんですよ「君かわいいね推しにしちゃおうかしら僕のタイプだ」とか言われたら「あっ自分の推しになってくれるかも」って めっちゃ期待が膨らいますリオも実際なんか始まった時とかも今でも勘違いめっちゃするからそうだからあのそれにねこの「オカリオシ」のみんながもしそのその三期生さんのルームを見に行ってから「あのオカリオシ」りとか何もつけずにただの名前で言って「君可愛いね」とか打ってたら「大好きだよ」とか打ってたら。 ってなるから <laughs> うんってなるから <laughs> まあね勝手にみんなは利用しだと思ってるから利用、申し訳ないけどみんな今見てる人はみんなみんな利用しだと思ってるので <laughs>。はいそうだから本当に3期惜しいとか。 もうね、リオつんねご両建設出動しすぎてもう大変ですよチルこちゃんさんリンゴスターありがとうみんなリオデスノートが真っ黒になりますよみなさんあありがとう名前付け出してくれたホリちゃんさんありがとうトヨトさんハートありがとうえっトヨリトのさんのリンゴはリオですか フ <laughs> あめたおさん絶対お苦しありがとう <laughs> まあリオはねリンゴついてる方は勝手に利用しだとリオ思い込みますから <laughs> ありがとうどうもありがとう <laughs> はいみんなありがとうございます って感じですねあとは話を戻しますあとはですね3つ目コメントするときは要注意です要注意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 ,要注意です五稜警察が出動しているかもしれませんのでリオノートが真っ黒になる可能性がありますので皆さんぜひコメントにお気を付けください 君が一番大好きだとか、打ったらもう、利用ですのと思う。真っ黒黒きになります <laughs>。そうだよ。君が世界一可愛いよとか、打ったら。はい、そうですか。もういいですよってなるからね。可愛いねはオッケー。ちょっと微妙ないんですね <laughs>。可愛いね。あ。君が世界一可愛いねは。の。の。 No. No. 世界一は余計ですから一番とか世界一とか余計ですりょうが一番大好きだなら OK も」もちろんもちろんあとは4「ふらふらゆらゆらしないことすぐ釣られるからね」って感じですイエーイステ u でセンター取れるようもダメ絶対ダメえそれが一番ダメかも リオ真っ黒黒気になるもうノートリオデスノートだけじゃなくてリオ自体も真っ黒クレキになるからリオつの次に可愛いねは <laughs> グッさんありがとうリンゴ <laughs> うーんうーんはいまあそういうことで皆さん皆さんシーンはリオで言ってください。 でもさ1番と2番が入れ替わる可能性はそこにないですかだってリオの次にその子が可愛いんだったらもしかしたらその1番と2番が逆になるかもしれません。そこその可能性がないならいいけどその1番と2番の差がこんだけあるならまだいいんですけど 感じです最後もし3期生さんの配信でコメントをするならりお先輩のいいところをひらめれイエーイはいりお先輩のいいところをひらめてください <laughs> よろしく多分あのー、あのですね3期生さんの配信は多分おそらく最初らへんは おそらく全部のコメントを見るか読むと思うんですよだから「リオ先輩知ってるめっちゃいい子だよ!」って言ってくださいそしたら多分目は通すと思うので読まなくても目は通すと思うのでよろしく「リオ先輩先可愛いいよね」あそういうことも言ってください <laughs> って感じです それとやっぱりその何て言うんだろうリオがねオーディションの時リオが「リヌブルーピオーディション」で初めて配信を始めた時とかもリオもなんかめっちゃなんかなんか文字とか出るしなんかこんな可愛いなんかキャラクターみたいなの出るしなんかスタンプなんとかも送られてくるし「なんじゃこれ!」ってなってたんですよ。もうね もう本当に不安だったしめちゃくちゃ不安の中ねあの始まってたのでだからその3期生さんの配信そう3期生さんの配信3期生さんもそのショールームが慣れてない方どんだけいるかわかんないんですけどやっぱり不安な人は一人一人はいると思うのでやっぱりそのたくさんね見に行ってあげた方が 最初はやっぱりね3期生さんの子も緊張するし心も遅いかもしれないからもしその3期生ちゃんのショールームに行くんだったら行くんだったらやっぱり「STU 研究者の岡村梨央岡村梨央パイセンに行ってあげた行ってあげてと言われてきました」と言ってください。とさっきのお,お約束事を守ってください。 まあ見に行ってもいいけどお約束ごとを守ってくださいねうんぜひそのお約束を守った上で応援に行ってあげてくださいこんばんはりおつビス大人っぽくてかっこよかった特典のまず欲しいああ 国や広島店舗にいてください <laughs> ポッキーちゃんねなんか STU48 のファンの人に見に来てもらったらやっぱり3期生さんも安心して配信できると思うしリオがそうだったからリオもねそれを経験してその初めてやったことがないショールームで初めて何もわからない状態でスタートした時に。 なんかねたくさん見に来てくださったりとか STU のファンの人が見に来てくれたらすごいやあの嬉しかったし心強かったし ST42 のファンの方って「優しいんだ!」って思ったからそうです。守ってない人を見つけたらどうしますかってなります。 まずリオに報告してくださいなので皆さん見に行ってあげてくださいね三期生産オーディションショールーム <laughs> みんな見に行ってあげてねーリンゴがなければ監視対象外で OK? な、no! ー リオが知ってる人みんな対象 <laughs> みんな対象ないーー <laughs> はいたくさんルームあるから大変だと思うけどみんなお約束守ってくださいね。 約束守ってねリオはみんなのことを信じてるからねリオを悲しませないでね <laughs> ええー、マイキ推しの子にたわなげてしまいましたああ 行く気にになならないあ、リオオロックオン,で,す、ね、クン <laughs> でもさやっぱりさ三期生さんをショールーム見に行ったら行ってみると「やっぱりリオしか勝たんわやっぱりリオ好き!」ってさリオへの好き好きが増すかもしれませんから。 ああ見に行ってあげてください。よろしく。そろそろ告白をしようかな。 より可愛い子を選んだらサンキス以外でも他のアイドル見てもやっぱりリオしかったわ <laughs> だよね <laughs> だよね本当にそうな見,見るとわかるんだよ見に行ってあやっぱりリオだってなるからみんな ビス生自身がつく広島店からお取り寄せし,しているのでまだ届いていませんリオトの生自身出るといいなあーリオクニア広島待って待ってリオクニアって自信だ。ったクノアすいません名前変えちゃったキノクニア広島店さんすいませんリオクニアって言っちゃったキノクニア広島店さんねありがとうよしさんリボンありがとうまあリオにしかない魅力は あるはずなのでみんなリオのことを忘れないでね忘れないでねリオクニアはいリオクニア広島店さんで <laughs> よろしくお願いします <laughs> そうあそうだなんか研究性特設ページだっけ 研究生特設ページのメッセージカードと動画が更新されたのでチェックお願いしますそうメッセージカードが二月の2月用になったのと動画も新しいの更新されたのでぜひ皆さん見てくださいリオの研究生ツイッターもリオの投稿いいねリツイートとコメントお願いしますよろしくいいねリツイートコメント 鈴木一郎さん、リボン、ありがとう。それでは早速、告白に参りたいと思います。思います。 それでは告白スタート。あ、ああそうだ。あ、さっき話したか。ウェルカムコメント、あの配信始める前にできた。うん。ウェルカムコメント、配信始まる前にできました。それでは告白スタート。よし。バルゴは研究者や担当式になっていて、ディアマイシ目覚めを担当しています。 ブログ明日なりますお楽しみにそして ST48 メール各モバイルメール皆さんリオのメールはリオのメールは撮ってますか2月から撮り始めたありがとう嬉しい皆さんまだ撮ってない方はまだ間に合いますのでぜひ撮ってくださいはいアプリ版とウェブ版の2つがあります無料体験メールもあるのでぜひチェックしてみてください 返その際はえっと返信の本文の中に名前を書いてください第2問ツイッターでえ第 2? 第 2? んだっけ <laughs> 第2はツイッターの名前返信よろしくお願いしますその際は「リオ」りおとツンツンでお願いしますいつも返信ありがとう今月も撮ってくださった方本当にありがとうございます 2>, 2月もたっぷりリオから愛を届けます 20番20番の子に莉央ちゃんに言われてきたってコメントしたら「お礼言っといてください」って言われました <laughs> はだはだはだありがとうありがとうございます <laughs> ありがとうそうですそして <laughs> リオの計画大成功じゃんみんなしてねみんなしてそして皆様 AKB48 グループ歌唱力ナンバー決定戦の決勝大会のチケットが2月5日までとなってます49番「中学2年生でリオと気が合いそう」おっちょっと待ってメモしとくメモしとくわメモしとくメモしとくでよ49が中2年、ね で、20番の子が13歳ねやばかんぱじけしくんさんにもありがとう申し込みましたありがとうはいこちら決勝大会が2月5日までチケットが販売されております日本千年館ホールで3月3日金曜日にあります皆さんぜひ見に来てください生でリオの歌を聴いてほしいです あとね、二月十日に、この決勝大会で歌う歌唱順。歌う順番が、あのー、抽選で決まるそうなので。二月十日、ぜひ、見てください。そう。四十九番、マイキューソーシ。キューって書いてある。キュウ、キューオシ。キューオシって書いてます。はい。 二月十日ドキドキだよねなんかさだってさトップバッターとかってさやばいじゃんそう歌う順番決まるから二月十日めっちゃ緊張はいそして読み方がわかりませんニューニュージェネラーションズプレミアムキャー <laughs> あニュージェネレーションズか プレミアムキューンわ <laughs> からんわ <laughs> からんわからんあサーキットねニュー・ジェネレーションズ・プレミアムサーキット <laughs> 読めた <laughs> はい2月222月 二十日にあります。月曜日会場は。スポティファイオーエスト。リオが。足を負傷して出れなかった。スポティファイオーエストです。<laughs> はい、時間は十三時半会場十四時開演です。二千二十三年初のフェス、皆さん来てください。うん、渋谷、渋谷であります。もうこの日はもう。プラスチック踏まないように、気をつけなきゃ。 渋谷行っったたのに会えなかったあーごめんねプラスチック踏んだのいやホン <laughs> は違うんですけど <laughs> はいあ待ってあ今今今今やえっへっへ今あのお知らせされたんだね 緊急最多のあ待ってリオ早めに言っちゃったえ待って待って待ってあそんなことないあれリオ早めに言っちゃったかも大丈夫かあよかったよかった <laughs> えリオフライングリート <laughs> フライングトー僕はクィル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 ルルルルルルリオつんパイセンから来ました頑張ってねとコメントしてきたありがとうラブ ありがとうそれでは,おはん告白最後の告白しまーす50分からスクショタイムするのでしてほしいしてほしいスクショタイムあれしてほしいスクショポーズをよろしくー鎖骨容器鎖骨,リオ鎖骨 キューバミシングルお話し会お申し込み期間 C の第30月9が明日までとなってまーすはいお申し込み期間 C 自体は2月6日月曜日の13時までで今第3時ですねちょっと矢印あっあった第3時です今早い 第3次、えっと、はさ「第3次だー!」さ第言うだ、ね、よごめんなさい <laughs> みんなリオと話そうリオのお話し会楽しいよはいこちらは第3次はえっと明日の13時までとなっておりますそして皆さじゃじゃん このお申し込み期間 C で受付終了の日が2月23日となってますかげろうさん、リボンありがとう !2 月23日のお話し会とこの感謝役全部1235は今回のお申し込み期間 C で受付終了になるのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今月から始まるねお話し会楽しみ <laughs> そしてこの 1235って書いてるところが監視役が開いたところなんですけどここの監視役の申し込みも始まってるのでぜひ皆さん待ってますえっとリオは1時間目がサイン会で5時間目が通称と写真会になってますそれでは23日のテーマと企画だけお話ししようあリアル話し会も絶対来てくださーい来てー リオツのことまだ全然知らんけど話しかポチってきたありがとう嬉しい感謝役をとりあえず全部取りましたああラブラブツのラブツン,ブツンサイン会イ当たったよありがとうあやさんにもありがとうはいえっとリアルで一番生リオツンツン界で一番早く会えるのは三月二十五の幕張メッセです幕張メッセ 次が福山ビッグローズ最後がインテックス大阪になってます皆さん生リオツンツン会は絶対来てくださいそれでは23日の2月23日のテーマと企画を説明してスクショタイムします皆さん生リオツンツン会は生でリオとツンツンできるよツン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 し合えますはい 2月23日木曜日祝日2時間目と3時間目イェーイ国家遊園地デートーふうふう国家遊園地デートでーすイェイはいこの日はなんとまだ2月ですね2月だから寒いですよね寒いからこそリオと応募してくださる方一緒にひっつきもっつきしようねひっつきもっつきして遊園地を回りますはいこの 絵を見てもらったらわかるんですけどあリオツンを8人の三期生に紹介完了ありがとう嬉しいありがとうはい遊園地デート皆さん絶対楽しいので一緒に寒い中ひっつきもっつきして遊園地デートしましょうスクショタイム五十五分までしますリクエストのポーズがあればコメント欄でお願いします スクショタイム追加したよありがとう三期生配信監視中監視中お肉吸い込まれたあ吸い込まれたごリオ警察出場中です ゴリー警察出場中ですよ皆さん皆さんご御霊警察出場中ですからね無料警察出場ですから 警察出動教師の今田美代さんと同じポーズどう ?3 期生頑張って もう一回今田美おさんとツーシゃット今田美桜さんかわいい3せいちゃん頑張れファイトひっつきもつきポーズ<っ>最強ツインテールポーズツインテール <laughs> 三期生おい、頑張れおし編は絶対禁止な <No> メリオダスさんかわいいありがとうビス3月号絶対チェックしてねチェックしてね3期生さんたち緊張してるよね3期生の皆さん竜がついてるから安心して <laughs> パイセンリオツンそっかリオもパイセンになるのか今見てくれてるかもしれない受験生の手本となるようなかわいいポーズ <laughs> あそうですよ今日のファッションの説明をしなきゃ。 じゃじじじゃじゃーん白ニット白ニットであっリボンが取れとる白ニットでチックのスカートいこんな感じこんな感じ <laughs> こんな感じ <laughs> 待って。 今日のさ後ろの髪も見せたい見えるかわいい見えとるかな見えとるかしら3期生の配信こっそり見に行ったら 今月からリュウツのマメを取ってるありがとうラブ後輩ちゃんパン買ってきて後輩ちゃんパン買ってきて <laughs> こんなことしないからね <laughs> そんなこと言わしいあやさんツイッターありがとうマメよろしくウィンク お話会待ってる待ってるよみんなお話し会お話し会来てね56分なだんじを見ますみんなリクエストポーズたくさんありがとうありがとんありがとんつんありがとんつんつんつん それでは男女読むね。13位、祈り台湾さん、ありがとうございます。12位、奈なみさん、ありがとうございます。11位、ナポリンさん、ありがとうございます。10位、マーハさん、ありがとうございます。9位、奥さん、ありがとうございます。8位、トナイアン殿さん、ありがとうございます。 七東野滝さんありがとうございます6位すずかさんありがとうございます5位はしさんありがとうございます4位あやさんありがとうございます3オリツのさんありがとうございます的 c o n f e にゃんに続け血さんありがとうございますそして一位はー取る取る warriors thumb リーさんありがとうございます イェイイェイイェイイエイありがとう鼻からダイモンドありがとうございました皆さん2月最初もリオの配信見に来てくれてありがとうございますありがとうありがとうね 4,440あ間違えた4,490名の方ありがとうございます今4444だったすごい今日から2月ですが明日からも頑張りましょうはいもうめにビスのオフショットも送るのでお楽しみに2 4三ハートありがとう。 いちばりぃさんありがとうございますあ,ありがとうありがとうございます <laughs> さてと三期生ちゃん見に行こうかああまあまあまあ見に行ってもいいですよお約束と守,守ってくれるならばありがとうそれでは明日からもファイト今日はお疲れ様よしよし 頑張ろう、リオも頑張る。バイツーン、ありがとうございました。研究生ツイッターとか研究生ホームページとかいろいろチェックお願いします。ビスもチェックお願いします。バイツーン。二月もよろしくお願いします。二月も利用していてねー。ラブー。バイバーイ。<laughs>